はイブルはレッツエンジョイジージワカー。さあ、今日も撮っていきたいと思いますね。えー、この YouTube そろばんチャンネルではですね、皆様のおかげで YouTube 側から広告を、えー、少額ではあるんですけどね、つけていただいております。たまった金額はですね、えー、全国のそろばん座学賞している仲間たちにお配りしていきたいと思います。さあ、えー、早速ですね、えー、配る、えー、方法をお話していきたいと思います。今日は、えー、こんな感じでですね、ゴリ先生のクオカード、クオカードを作りましたので、えー、これを、 えまず5000分ですね。えー、1枚が500円。1枚が500円のコーカードになってますからね。えー、1枚500円。えー、500円のコーカードを、えー、10枚用意します。えー、計5000分ですね。えー、それを前後のそろばんざ学習をしている仲間たちに配りたいと思います。えー、応募方法は簡単です。えー、概要欄にですね、あのー、応募ォーム、Google ホームのリンクを貼っておきます。そちらにですね、名前、 えー、メールアドレス、あとはですね、えー、大会、今年出る予定の大会の、えー、日程、あとはその、えー、出る予定の大会の、えー、にかける、えー、大会名かな、えー、大会名は書いてないのかな、えー、その大会にかける、えー、思いをですね、あのー、記入してもらえれば、で五千分なんで、五百円を五千分ですから、十枚用意してるんですね。で 応募が10人の場合は、えー、1人1枚になります。例えば応募が20人の場合は、えー、抽選になります、えー。逆に応募が1人の場合は、えー、その1人に5000分差し上げますというですね。あのー、そんな企画でやっていきたいと思います。 まあ前にですね、この YouTube そろばんチャンネルでその工夫をどういう形でえ分けていくのがいいかなっていうのをアンケート取らさせてもらった時にですね、あのやっぱり大会に出るえちょっと多心したいというお話が多かったものですからえ今回は大会に出るそろばん選手の方限定にさせていただきますで、ゴリ先生もですねあのうちの制度も今度3月の13日にオンラインですけどねあるんですけどねやっぱり その大会が終わった後にですね、えー、食事会をして、えーまあ、反省会という形の名の、えー、楽しい食事会をするんですけども、あのー、やっぱりまあ頑張った、えー、そこまでの練習をよく頑張ったと、えー、当然賞が取れればいいですけどね、あのー、ただ、えー、賞が取れない選手もいますから、えー、そういう選手に関しては頑張ったねということをですね、あのー、食事会というのを開いて、えーローをねぎ でやっておりますでなかなかそれをです、ね、全国の皆様にやるわけにはいかないので QUO で、ね、カードに変えて、えー、ぜ保護者の方が、えー、申し込んでいただいて全然構いませんので、あのー、1人でも多くの方、えー、募集しております。ただえー 最高で10人なんですよね。最高で10人までではあるんですけどね。ぜひ、あの、500円分の QUO カードゲットしてもらってですね、額は小さいですけどね、あのー、大会の帰りに何かご褒美買ってあげるとかですね、えー、ぜひそういうものに使ってもらえればありがたいかなと思います。えー、10人、例えば5人しか、えー、応募がなかった場合は、当然1人、えー、自動的に、えっ、ー、と、1000円分かになりますしね、あのー、ぜひぜひ、えー、 一人でも多くの方、えー、申し込んでみてください。で、えー、締め切りがですね、2月の28日の火曜日中です。えー、で、発送の方は、えー、3月上旬には、えー、お配りしていきたいなというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。はい。えー、ぜひですね、あのー、ゴリカード、えー、ゴリ先生ゴリカードじゃない、クオカード、クオカードにしましたんでね、あのー、ぜひ。 えー、よろしくお願いします。えー、連名、あのー、全く関係なくですね、えー、どこの連盟に所属してもらってる生徒の方でも全然構いませんので、よろしくお願いします。はい、えー、この動画、最後までご覧いただきましてありがとうございます。それではまたお会いしましょう。バイバイ。ズームを利用して、ゴリ先生と何でもお悩み相談ができます。興味がある方は、ぜひ概要欄をチェックしてみてください。